ナショナル製外灯用太陽光発電時計。本体上部にソーラーセルが搭載されている。倍価数千円程度の例。太陽電池時計とは、太陽や蛍光灯などの光エネルギーを動力源とする時計のこと。ソーラー時計、ソーラー発電時計、光発電時計、太陽光発電時計とも呼ばれる。時計自体の駆動機構は、電気動力の時計において、 一般的な省電力で稼働するクオーツ式であるが、太陽電池を用い、時計の駆動に必要な電力を得るための発電を行っている。暗闇や夜間でも駆動させるために、発電した電力を二次電池やキャパシタに一旦充電させて、そこから電力を取り出すようになっている。商用電源など外部からの電源供給は行わないが、 家庭用の壁掛け時計には乾電池などの一次電池によるバックアップを行うものがある。公園など街灯に設置されているタイプは大抵の場合時計本体とは別に太陽電池パネルが本体金棒に太陽の方向に向けて設置される。現在では標準電波による時刻修正機能が搭載されることが多い。太陽電池電源とすることで 外部電源供給配線の設置工事や定期的な電池交換などのメンテナンスが基本的に不要となるメリットがあり屋外設置用時計としての実用機能性が高い腕時計にもソーラー発電のものがある一般的なクオーツ式腕時計のような電池交換が不要で発電用の機械的稼働部品も持たない簡潔、軽量に作ることができる長所があるため 実用型の腕時計向きなシステムとして需要を得ている。1970年代から極小型太陽電池の市販化と交通腕時計の普及によって、それら技術の応用で市販化された。1990年代にはシチズン時計がエコドライブの名称でソーラー腕時計の製造販売を開始し、歌セを成功など他の時計メーカーも同様な技術を開発。 採用している。21世紀初頭に市販される製品は、文字盤の仮想にソーラーセルが搭載されている。1970年代の初期のものは、ソーラーセルによる電源確保を優先した配列として、発電効率を上げるために、文字盤の透明度が高く、太陽電池セルが透けて見え、紫がかった黒系統の文字盤色が多かった。後年の技術開発や熟成により、 年々発電効率を高めるとともに、光の透過率を犠牲にしない形で、様々なカラーやデザインの文字盤が採用されている。大抵の太陽電池式腕時計は、二次電池の消耗を避けるため、夜間、暗闇で発電がされない場合は秒針を停止させるなどのパワーセーブ機能を持っている。さらに、電池残量が少なくなると針を完全に停止させて、 中のクロック部分のみ機能する状態となり、長期間にわたり時刻情報が狂わないようになっている。メーカーによる名称、編集、ありがとうございます。